皆さんこんばんは。アバンチュールと補佐役のジャックです。ゾンボイド小ネタ紹介パート4やっていきます。なんかこの役回りも慣れてきたぜ。最初はセブンデイズ動画の解説に呼ばれたと思ったから戸惑ったけどよ。もう準レギュラーみたいな感じですもんね。一人で実況するより格段に話を広げやすいので助かってますよ。だろ、ゾンボイドの更新が一段落ついたらセブンデイズの更新も楽しみにしてるぜ。オッケー、時期は未定ですが気長に待っててください。というわけで最初の小ネタ、屋外で安全に寝る方法です。森で木材や食品の採集をしていると疲労が溜まっていきますが、近くに休めるところもなく睡眠を取るのに苦労したという経験皆さんはありませんか？テントを張るなり車で車中泊するなりすれば一応寝られるが、その間完全に無防備だから近くにゾンビがいると危険だぜ。ですね。そういう時はこんな感じでコンテナを作って運転席にぴったりくっつけて寝るといいです。こうすれば寝ててもゾンビに襲われないので安全ですよ。けどこれも結局コンテナ叩かれて噛まれるんじゃないのかと思いますよね。じゃあゾンビを召喚して試してみましょう。わざとクラクションを鳴らして寝てみます。普通に考えればコンテナが壊されて噛まれるはずですが。見ての通り、寝ている間は叩かれないんです。周りですげーピーピー言ってて怖かったけどな。ゾンビがいた場合、起きた瞬間から窓を叩かれるので、急いで逃げましょう。まあこれもそのうち修正されて使えなくなるかもなので、過信はしすぎないことです。疲労が溜まりすぎないように、こまめに寝るのがいいかもな。ですね。あと今回はコンテナを使いましたが、窓との微妙な隙間から噛まれる可能性もゼロではないので、心配であれば長テーブルを作るといいでしょう。机を机、なんちって。学芸会以下の低レベルなダジャレはやめろな。よ、了解です。次の小ネタ紹介いきましょう。次は木をより早く伐採する方法です。薪割り斧の場合、普通に木を切る場合の速さはこんな感じですが、実はこれより早く切る方法があります。まさかデバッグモードの機能を使うとか言うんじゃないだろうな。何言ってんすか。ちゃんとしたテクニックですよ。方法は、斧が木にヒットして音が鳴るタイミングに合わせて、移動と左クリックを同時押しするだけです。斧を振るのが早くなっているのがわかりますか？確かに普通に切るより早くなってるな。斧を振りかぶるモーションをキャンセルしてる感じか。そういうこと。FPS のリロキャンみたいな感じですね。最初はちょっとタイミングが難しいですが、慣れれば簡単です。木材を大量に集めたい時などに覚えておくと便利ですよ。薪割り斧だと恩恵薄いけど、手斧で伐採する時などはかなり快適になります。斜めや上下から切るのはちょいムズなので、左か右からがいいですね。ただ一個注意点。疲労が溜まる速さもその分速くなるので、むやみに切りまくってヘトヘトの状態で、ゾンビに襲われないように注意しましょう。木を切る音で周りのゾンビが寄ってくるかもしれないからな。休憩を取りながら作業した方がいいぜ。そうですね。木を早く切る方法はここまで。これを踏まえて次の解説を見ていただきましょう。次は木材を一度に大量に持ち運ぶ方法です。このテクニックはキャラ作成で、特性の几帳面を取っているのが前提になります。また準備物として軍用バックパックが9個、シートロープ100本、大型の斧、大型トラックと6座席タイプの車が必要です。車のトランクは事前に修理しておきましょう。軍用バックパックは軍人ゾンビを倒して集めような。几帳面を取っている場合、軍用バックパックには丸太の4本束が3つ入ります。で、座席1つにつきバッグを1個置けるので、座席に丸太入りのバッグを敷き詰めて、トランクとグローブボックスにも丸太を詰め込み、背中と両手にもバッグを抱えれば、一度で丸太の4本束をおよそ50個持ち帰れます。木板換算で600枚だな。普通に生活していてこんなにいるようになることはほぼないが、大規模建築をする際などは覚えておくと役に立つだろう。まあこのテクニックが生きるのはソロプレイの話で、マルチなら各々で車を用意して作業した方が早いです。トラックもバンも結構レアですしね。作業時は先に木をあらかた切っておいて、
それらをロープで束ねてバッグに詰めて、後で車に搬入。という感じで分けて進めるといいでしょう。作業開始は晴れた日の明け方がいいですね。暗いと作業中危険だしな。それと両手にバッグ持ってると攻撃できないから。バッグは一個減らした方が安全かもな。また切った時に枝も手に入るが、左手と背中にバッグを抱えた状態で、所持重量が30ほど余ると思うから、残りで枝を抱えて帰ると無駄がないぜ。小枝はあんまり利用価値ないので、捨てていってもいいでしょう。伐採はかなりカロリー使うので、事前にドカ食いしておくのがいいですね。とまあ、このテクニックの解説は以上なんですが、帰りの運転が一番めんどかったりします。大型車を牽引してる関係でめちゃめちゃ遅いです。まあこんだけ荷物詰め込んで牽引したら当然だわな。荷物の量が速度に影響するかは検証してないのでわかりませんが、移動とのバランスを取るなら後ろの車は、普通車両にした方が良さそうですね。今回は木材集めを例に取りましたが、拠点の荷物を抱えてお引っ越しする際などにも、このテクニックは役立つかもしれません。事前準備がかなり大変だが、軍用バックパックはダッフルバッグでも代用できるから、方法の一つとして覚えておくといいぜ。木を大量に持ち運ぶ方法はここまで。次行きましょう。次は2階からノーモーションで降りる方法と、8階からノーダメージで飛び降りる方法です。8階からノーダメって、そんな方法あるのか？いつにも増して嘘くさいぜ。まあ見てなさいよ。まずノーモーションで降りる方法ですが、これは簡単で、戦闘状態で飛び降りるだけです。右クリックしながら降りる感じですね。普通に飛び降りるとこのように隙ができてしまいますが、戦闘状態であれば、このように隙をさらさずに降りることができます。動きが明らかに不自然だけどな。これも日頃の鍛錬の賜物ですよ。上半身に比べて下半身が貧弱なジャックさんとは違うのだ。また殴られたいか？はっはっは、軽い冗談ですよ。これくらい軽く受け流せないとやっていけないぜ。うぜえなこいつ。このテクニックはこんな感じで、下にゾンビがいるかもしれないが、飛び降りざるを得ない時に有効なテクニックだ。骨折のリスクがあるからむやみに使うもんじゃないが、追い詰められた時に使うといいだろう。3回までなら悪くて骨折で済みますが、4回以上だと問答無用で即死するので要注意です。探索中に4回以上でピンチに陥った時は、飛び降りずに切り抜けられる方法を考えましょう。ただし例外的に、4回以上から死なずに飛び降りる方法もあります。事前に階段を下に準備しておき、そこに着地するのです。それで本当にノーダメで降りれるのか？にわかに信じられないんだが。いつまで疑ってるんですか？まあこれは見てもらった方が早いです。ゴッドモードをオフにして、飛び降りてみましょう。あ、間違えた。あのさ。いやいや、失敗例を示しただけですよこれは。ガングロ姉ちゃんは犠牲になったのだ。犠牲の犠牲にな。8階から落ちたら死ぬのは分かりきってるだろ。まあそれもそうっすね。じゃあ成功例を見せましょう。手前のオブジェクトで見にくかったけど、こんな感じ。階段の上はノーダメ判定になってるんですね。なるほどな。なんでこういう挙動を取るんだろうな。どうやら階段のマスは上下階移動のために、特殊な判定になっているみたいですね。俺は検証税じゃないのでそれ以上はわかりません。ふーん。で、これができたとして何の役に立つわけ？何の役にも立たないです。なんだそや。ここまで大げさに紹介しといてそれかよ。しょうがないっすよ。上下移動にはロープ使えば済む話なんだし。ま、俺が思いつかないだけでこれ見た視聴者さんが、いい使い道を思いついてくれるかもしれないですね。結局他人任せか。使い道を思いついた人はぜひ教えてやってくれ。落下関連のネタはここまで。次のネタ行きましょう。次は足を怪我している時に走る方法です。高所から落ちたり転んだりして足に怪我を負うと、こんな感じで走れなくなってしまいます。ゾンビに追われている最中にこんなことになったら半分罪だな。ですね。処置をしようにも立ち止まらないといけないので難儀です。しかし右クリックメニューのここまで歩くとシフトダッシュを使えば、小刻みに走ることができます。
移動中にシフトを少しだけ長押しする感じですね。走ってるというより滑ってるに近いけどな。まあ見栄えは何でもいいんですよ。どうせこんなこと足怪我した時しかやりませんから。ゾンビに追われていてもこの方法を使えば逃げられるので、頭の隅に入れておきましょう。これでゾンビから距離を取って添え木や包帯を作って処置すればいいわけだな。ですね。まあこれも注意点があって、肉体疲労が溜まっていたり重量過多だったりするとダッシュできないことがあります。普段から荷物は持ちすぎない、疲労は溜めすぎない、これらを心がけておきましょう。このテクニックは以上。次行きましょう。次はマチェットを半永久的に使い回す方法です。強力な武器の一つであるマチェットですが、使用していると当然耐久値が減っていき、壊れたら修理してやる必要があります。しかし際限なく修理できるというわけでもなく、修理するたびに耐久値の回復量が減っていくので最終的には捨てることになります。強力な武器もいつかは使えなくなる。ゾンボイドのリアル思考ゆえの仕様だな。ですね。しかしこれを何度でも修理できるようにする方法があります。方法は簡単で、槍に取り付けて取り外すだけ。こうすれば新品扱いになってまた修理できるようになります。ダクトテープがある限りは1本のマチェットを無限に使い回せるってわけです。ダクトテープは民家の棚や納屋にあることが多いので、序盤から集めておきましょう。なんかこれも仕様というよりグリッチっぽいけどな。今後使えなくなる可能性あるから、その点注意しておこうな。ですね。ちなみにマチェット以外にも、槍に取り付けられる武器であればどれでもこの方法が使えます。まあテープ消費してまで使い回す価値があるのは、マチェットくらいのもんですけどね。このテクニックについてはここまで。次行きましょう。今日はこれで最後。パトランプの鳴らし方と、ドライブバイの方法です。まずパトランプの鳴らし方から、車に乗って V でラジアルメニューを開き、警告灯から鳴らすことができます。この音半端なくでかいから、ゾンビの陽動によく使われてるな。対してランプの方は目が痛いだけであんまり意味ないです。つけっぱにできれば夜間の明かりとして使えるんですけどね。ま、ゾンビを意図的に集めたい時などのために、音の鳴らし方くらいは覚えておきましょう。で、肝心の車上射撃の方法について、洋ゲーでよくある車を運転しながらの射撃ですが、実はこのゲームでもすることができます。銃を装備して、自分のいる座席の窓を開けるだけ。これで車の中から撃つことができます。操作方法は降りてるとき同様、右クリックで構えて左で撃つだな。自分が乗ってる側のゾンビしか狙えないから注意だぜ。あとリロード中は車の操作が一切できなくなるのでこれにも注意。なぜかハンドルだけでなく、ペダルも操作不可です。ペダル入れてると入れっぱになってしまうので、一度止めてからリロードするようにしましょう。リロード中にゾンビが近づいてきたら X を押せばキャンセルできるぜ。あとハンドガンしか使えないと思いきや、ショットガンやライフルも撃つことができる。ただしこちらは構えるだけで操作できなくなるから要注意だ。改めて考えると、結構自由度高いですよねこのゲーム。無敵拠点や浮遊拠点も簡単に作れるし。そうだな。リアル思考とは何なのかって感じだがな。ま、そろそろビルド42も近いから、リリースされたらまた動画まとめようと思うぜ。ですね。というわけで、今回の小ネタ&テクニック紹介はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それではまた。バイバイ。みんなまたねー。